ペンダー軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は52,217人であり、2000年の41,082人から27.1%増加した。軍庁所在地はバーゴー町であり、同軍で人口最大の町でもある。ペンダー軍はウィルミントン大都市圏に属している。 ペンダー軍は1875年にニューハノバー軍から分離して設立された。軍名はエッジコム軍出身のウィリアム・ドーシー・ペンダーにちなんで名付けられた。ペンダーは南軍の将軍であり、ゲティスバーグの戦いで致命傷を負った。州内では南東部にあり、大西洋とニューハノバー、ブランズウィック、コロンバス、ブレーデン、サンプソン、デュープリン、オンスローの 各軍に接している。現在の陸地面積は870.76平方マイルであり、1990人の人口は28,855人だった。軍政委員会は最初の会合をロッキーポイントで開催するよう命じられた。講和の町を軍庁所在地として設立する法が作られた。百七十七年、この町に関する法の部分を撤回する。 法案が通り、軍庁所在地を、サウスワシントンあるいは有権者の過半数が支持する場所へ移すことを住民投票に問うための方が、成立した。どの場所が選ばれたとしても、その町は、スタンフォードと呼ばれることになっていた。1879年、スタンフォードが、バーゴーと解明され、法人化された。これが、現在の軍庁所在地である。ペンダー軍は、 地域のケープフェア自治体委員会のメンバーである。軍政府は、軍政委員会と、軍マネジャーによって運営されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は933平方マイルで、あり、このうち陸地871平方マイル、水域は62平方マイルで、水域率は6.64%である。ペンダー軍は10の軍区に分かれている。 バーゴー、ケーンタック、キャズウエル、コロンビア、グレーディ、ホリー、ロングクリーク、ロッキーポイント、トップセール、ユニオンの各文句である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ペンダー軍の自治体と文句。ありがとうございます。